mais. Pau! Não me rádio que falhão! Shiren no ojikan desu. Ah! ということで、今回も魔力デイデラックスやっていきたいと思います。今回もインターネットで国内の日本人をボコボコにしていきたいと思います。そして今回はインスタグラムの DM で、ゆきドラちゃん、この動画を2本見たら、まあ、上手くなるんじゃないんですかということで、今回は検証企画。3回は動画を見ずに、そして3回やり終わった後動画を見て、で、その後3回走ってみて、まあね、結果を比べてみようと思います。ゆきドラちゃんのね、まあね、プレイング技術だとそこそこ勉強になると思うのでやっていきたいと思います。1レースはデーブスの森、しかも秋仕様となっております。さあ皆さん、とうとう9月ということでね、もうね、秋になってきてる今日この頃高校って感じなので、しっかりとデーブスの森秋ステージで1取っていきたいと思います。まあね、毎回ね、大体私はね、動物の森ね、あのね、打開してるんだけど、まあなんだかんだコインを集めてからの打開の方がいいんじゃないかということで、しっかりと順位がもうここまで落ちました。コインを欲しいんでね、しっかり私は。さあたけしさんもしっかりコインが欲しい今日この頃ということで、まああのね、たけしさんはかなりね、モラルがあるたけしさんなので、多分ね、人から奪うようなことはしないと思います。お前のものは俺のもの精神のね、たけしさんもね、早く帰った方がいいですね。ていうか、いや、コインこれで10枚で、これ頑張ってるのはわざと、これ頑張ってるのはわざと、なぜかってあいつが赤コロ持ってるから。さあこれしっかりキウイ割りして、ジャンピングアクション、キロさん、キロさん、さあ禁断パーリーのはちょっと弱いから、しっかりと使い回して、さあ青か、青コーラに引かれているザマミロ、さあこれしっかり禁断パーリーの使いまして、最近私さ、禁断パーリーの歌ってないからさ、視聴者のな、子さんの方々が、ゆきだわさん最近あのハッピージャムジャム歌ってないんですけど嫌になったんですかっていうコメントがあったんですけど、大正解です。私このアイテムマジで嫌いです、本当に嫌い。あのね、抜群フラワーぐらい嫌いなんで、あのアイテム。ちょ、最近はね、あの、キンタマパーリナはね、やばい。最近はね、キンタマパーリナ弾いてもね、歌を歌わないようにしてます。で、これちょっとね、キウイ割りしたいな。もうちょっと停止して、キウイ割りします。はい、そこでしっかりキウイ割り。で、キラーとサンダーを引きます。はい、最強のキロヨンとかで雑魚アイテム引き散らかして、まあ、これで頑張って上がっていくしかない。結局、雷回避できたやつが勝つゲームとなっているからさ、危険なエスパーリナしっかり当たらないようにね。はい、しっかり当たらないように立ち回りをして、しお前クラクション分かったのにな。オーケー、素晴らしい、分かってる。ロゼッタが話聞いてくれて。さあもう一個、いや取れない。さあこれキノコ引いたら勝ちよ。いや赤コーラしっかりケツつける。しっかり、もうだるすぎる、危険なエスパーリナ。あいつ、あいつは巻き添えで殺しといて。さあゴリラたけしさんもやられてて、ざまあ見やがれ。さあこれしっかり、さあしっかりアイテム取って、やばい頑張ってる。キノコキノコキノコ弱すぎるけど、キヤー、キノさん引いたの、やばい、悪い位置もやられてて、あ、もうこれガバリ散らかしてる今日この頃。キウイ、よっしゃ、ていくわ。第2レースはキノコリッチウェイ、得意ステージ来ました。ここでさあ、たけしさんが右手に2人いるということで、まああのね、肩幅のゴツは完全にエココたけしさんとなっております。さあ、ていくわ、しっかりと綺麗な逆三角形してるわね、本当に本当に綺麗な逆三角形してるわ。さあ、ていくわ、まあああいう合体に私もなっていきたいわね。さあこれしっかり相手も厳選聴取、キノコが出て、まあ初動回入れてって感じでいいかな。さあキノコ出て、さあちょっと壁にベロチューさせてもろて、当たらないんでしっかりと。さあこれしっかり、こっち側にね、初動化があるんで、初動化しっかり、ここでしっかり入れて5位まで浮上、4位まで浮上。さあ、あ、私ね、防御持ってないからちょっと、やばい、危険なやつガチやばい。危険のエースパーリナにかけるたけしさんのコラボレーションでしっかりやられて、いやー、今さっきのヘズマリュウぐらいちょっと気持ち悪いコラボレーションで、これコイン回収したいね。はい、しっかりこ、ぶね、赤消し、はい、私じゃなくてしっかり後ろ見ること大事ね。ちなみに、はい、緑コラ当たらないようにして、さあアイテム、アイテム1個でいい、アイテム1個でもいいからしっかり交換して、さあ危ねえ、たけし、たけしをしばく、さあしっかりたけししばいて、さあパックフラワーにも食われて、さあ悪くないんじゃない、全然悪いか。これどうやったら1取れるかな。待って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 、話し合う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 話し合って、しっかりと、さあキノコだから全然大丈夫、ダブル割れる。さあダブル交換しっかり割って、キラーかサンダーかスター、あー弱すぎる。さあ爆音かつき大暴れしててから私4位まで、どこに車置いてんだ気持ち悪い、おい配達すんぞ気持ち悪い、なんでそんなとこでおちちすんだよマジ気持ち悪い、なんだこのクソゲー。ちょ待って待って待って、話し合う話し合う話し合って、しっかり大パンしたらプレイ乱れるんだよね本当に。
最近の私のツイッターの投稿でね、あのダイパンしたら腕が太くなりますっていうね、あのコメントにね100いいねつきました。ツイッターみんな皆さんありがとうございます。きっとバレーイハッピージャムジャム最高踊りだしゃいつもの笑顔です。そうアイテムすぎて誰も抜かせれないんだけど、何これ、11位と12位との差が歴然になっててさ、アイテム、あーアイテム、あ、終わった、完全にこれ終わってるわ。これ私攻略動画いち早く見ないといけない気がする。これ私攻略動画いち早く見て、そうね、マリオカートはね上達しないといけない。やばい、まず11がいい、さすがに11がいい。頼むキラー、よーし、やっていくわ。第3レースはグラグラ火山だったかしら。ここ押さえていくわ、しっかりとね。ここでね、もうさすがに1位取って、まあね、普通のね、あの実況というか解説動画見なくても雪乃ちゃんはシラフでうまいんだぞって、そういうところを見せていきたいと思います。ティクはやばい、私さ最近マリオカートガチってて、あのねレートがね本当にね最近大切なことに気づいてるから、ちょレートマジ落としたくないんだよね。お前待って、話し合おう話し合おう、オッケーオッケーオッケー、しっかりと話し合って悪い位置とさ、ダブルしっかり割って、さあ悪くない立ち回り、何に被弾しとんだ。さあこれしっかりとブレーキ踏んでリカバらせてもろって、これジャンピングアクションで、これしっかり乗る、グライダーに乗り散らかしてダブルアイテム欲しいな。5位だからしっかりダブルアイテム割りに行こう。ダブルアイテム私が取りますよ、たけしさんと言わんばかりのしっかりと、ジャンピングアクション出ないか、バックグラは弱すぎるんでしっかり、いやいや青コーラ早すぎる、早すぎる、青コーラが早すぎてさ、3位まで踊りで、まあ、バックンさ、お前後ろ向いて赤コーラ食えよ、気持ち悪い、おおーいおーい、そこ落ちんな、初耳なんですけど、気持ち悪い、なんだよこのデスコン、こんなデスコンあったら攻略見ても絶対1取る、おい止まんな、気持ち悪い、死ねあのルイージ、なんで赤さん持った状態で停止してんだよ、気持ち悪いな、死ね、マジどけろたけし、ぶち殺すぞ。さあやっていかし、しっかりとあの切れ散らかしたところでしっかりと冷静に対応していきます。ここで使う、ここら辺でサンダー1丁ありますか。さあ戻ってきたね、私の皆さん、私の皆さん静かに戻ってきて、いらねえんだよこんなクソタコアイテム。さあ静かにアイテムがあって、ポンポンと触るくない。さあキノさん引いたよ、キノさん引いて、ちょっと待って、どこだったっけ、ショトカ、ショトカがどこか分かんなくて、あぶね、やばいやばいやばい、朝撮ってるからちょっとまずいわ、朝収録はちょっと私まずいかもしんない、レートが爆落ちしてる気がするんだけど大丈夫そう。これあのルイジってさ停止してたやつだよね、あの停止してたやつがマジぶち殺す、待って、あの停止してたあのクソ悪い、あ落ちててざまあ見ろ、あバチが当たるんですよああいうやつには。さあこれしっかりしっかり、いいね、しっかり修正して、いいよこれワンチャン振る、ワンチャン振ると予想してモフティお願い、はい振るなら今のうちでしょ、たけしさん、たけしたけしたけしさん全然振らないわね今日、まあなんで私の思う通りにいかないのこのクソゲーは。まあまだ7位、耐えてる、あもう譲ったじゃん、インコース入るよクソキラ、死ねよマジで気持ち悪い、ギタパレ弱すぎだろこのクソアイテム、さすがに上位もうマジ組み込め、いけるつおれー、よーしやっていくわ。第4レースはチーズランドじゃない、カラカラ砂漠制定かしっかりと、いやあのねビクちゃんチャンネルさんのねあの解説をしっかりと見てきて、まあいろんなね小技テクニックとか、まあね何これなんて言うんだっけ、ドリフトの仕方とか、まあしっかりと打開の仕方とか、ああいうのね学んできました。まあね大体私が知ってることだったんだけど、まあ再確認できたということで、本当に概要欄にねビクちゃんチャンネルさんというか、まあ、参考にさせてもらった動画を概要欄にしっかりと貼っておくんで、ぜひ皆さんもね初心者の方見てみてください。さあこれしっかりコインがねマジ大事だからね、さあしかも打開においてのコインってものすごく大事だから、まあしっかり被弾しないようにダブルキウイ割り OK、 キウイ割りがマジで大事らしい、なんかキウイで割ることによって強いアイテムが出るって言ってました。ほら見てちょうだい、キウイ割りしたから超強いアイテムが出てます、最強です先手がしっかりと、まあちょっとショトカ入れまくって、このステージでね最終レースの打開がクソ強いステージだから、まあ最初はもうちょっとだけもうちょっとちょっと順位落としたい。さあいいね、キウイ割りしっかりとやって、悪くないよ、しっかり学んだことを生かせれてるから、さあこれ大丈夫、さあこれ、いやダブルアイテム、ダブル交換できなかったか、まあ仕方ない、しっかりダブル交換できなかったから、まあチンコアイテム引いて、
さあここでもダブル絶対いく。ここでダブル絶対割ることが大事で、赤コーラ私なんでこれ。赤コーラ私で、ね、ちょやり返す。やり返しの赤コーラぶちかまして。危ない。電車が来てるから危険です。バリアでお前ら全員もやきもやしのナムル。最低か。静かにもやしのナムルを作ったところで10位までには。でね、このねステージは本当に最終レースが大事なステージだから、しっかりこれダブルよ。これ絶対ダブル割って、あと立ち回り、あと立ち回りよ、ゆきだたちゃん。ゆきだちゃん、あと立ち回りでどうにかならさ、これしっかり使って、これもしっかり使って、あ、もう一個しっかり使って、そしてもう一個しっかり使って、5位まで踊り出る。さあ、これが立ち回りです。ビクちゃんチャンネルさん見てればこれができます。さあ、しっかりと踊りで散らかして、2位まで浮上して、さあ、しっかり緑コーラつけた状態でバックスだ。いやー、悪くないんじゃない？ビクちゃんチャンネル見たらここまでユキドラが成長できますよ。素晴らしい。コインも10枚。さすが、さすがビクちゃんちゃん。よーし、やっていくわ。第5レースはスカイグリーン。1位の人が抜けたため、ユキドラちゃんが1位スタートとなります。最低か、しっかりと。前張りのコツもね、しっかりと効いてるから大丈夫。これしっかりと斜めに刺して、さ、しっかり最初アイテム2割りすることが大事。なぜかというと、1割りすると防御が引けないからさ、しっかりと緑コーラ振り付けチャンネルして、やばい。このヨッシー危ないから、しっかりとアウトコース回ってダブルアイテム。さ、悪くないよ、立ち回りは。ね、これしっかりコイン回収してダブル防御最強。ダブル防御最強なんで、しっかりとあと青コーラを譲ることを考えながら前を走る。しっかりダブル防御引いたんで、この状態で、立ち回っていきます。さあ、多分、ショトカが来るか何か来るかと思うので、あ、ショトカ行ってますね、誰か。さあ、みんなショトカ行ってて、静かと、ゆきだちゃんを着実にコインを集めて、被弾しないように立ち回る、それだけ。さあ、静かと、後ろのね、アイテムもしっかり見ていきながら立ち回ります。あ、たまにね、あの、ファイヤーボールとかね、緑。しずー許さん。しずーにやられたら倍返しするのでね、さわやさんに教わったんで、しっかり倍返しして。もうなんでフィジカル弱えんだよこの見た目で。最低か。いやまだまだ全然ありえるよ。さあ打開にね切り替えることも大事だけど、まあこれなら全然大丈夫。青コーラいったらね全然流れ変わると思うし、まあヨッシーがかなり前張ってるんだけど、いいアイテム出るよ。赤コーラ私はないね。オッケー、素晴らしい。さあいいね天才。赤コーラ私だ。いや間に合わなかった。ちくしょう。ちょっと待ってよ、これしか冷静に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 立ち回って、次のアイテム交換らへんで一個使うわ。ちょもう使う、怖いわ怖い。こいつらガチ怖い。こいつらガチ来いからもう使わせてもろって。赤さん赤さん赤さん最強。おい赤さんだぞ、ぶち殺されてるのかてめえら。おい赤さんだぞ、ぶち殺されてるのか。さ、しっかりダブル割って4位割り。さ、キノコ出てもおかしくないよ。キノコ出てもしっかり出たけど、頑張ってるからすぐ使ってケツ守る。さあ2位まで来て青コラ飛んできたら私勝ち全然あるよ。さあこれも頼む、キノコ引いて、キノコ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 。はい、ボムちゃんポイナちゃんポイント。さあボイナちゃんポインして、さあ2位まで。バッキャロー、しっかり3位まで出る。いや悪くない悪くない、これ斜めぐらいでは早いんだけど、耐えた耐えた。2位3位高順位来てるよ。次で1位取れば完璧です。よーし、やっていくわ。最終レースはねじれマンション。ここで1位取ったらもう完璧ですよ、ゆきドラちゃん。最初はね、ボコボコにされてたけど、まあ、しっかりとね、まあ、解説動画、私からしたら、ま、復習をしっかりすることで、まあ、ね、マリオカートの技量というか、まあ、それは上がっていくことが証明されますね、というか、しっかりと。まあ、まず最初はアイテムある。で、ここのコイン回収したいんだけど、ヨッシーに全部取られそう。1枚残してくれてありがたき幸せ。さあ、クロリンパケツパリで来るんだけど、これ、ジャンデルショットカット行っちゃって、1位まで踊りで散らかしたんだけど、あいつが出てきて、さあどうせコインだろお前、どうせコインだから譲れ。さあ譲らせてもろって、インコースのコインちょっと回収。インコースコインしっかり回収して、悪くなしえちゃんで、あいつアイテム持ってないからこのまま前張る。このまましっかりコイン回収しながら前張る。でここにいやらしいバナナ、いやらしいバナナしっかり置いてコイン回収。さあちょ早めに使う。テレサケアで本当は使わない方がいいんだけど、被弾するよりはマシエちゃん。何してんのこいつ。ちょっとドリフトミスり散らかして、仲町純平がいるからあそこに、ちょ仲町純平にね、この緑コーラぶち当てます。ここです。やばい、赤コーラ飛んできてた。え、仲町純平にぶち当てて、爆を担ぎチャンスだからぶん投げとくわ。爆を担ぎチャンスぶん投げといて、さあ1位にまた踊り出られて、ダブル割られる。ダブル割られるからしっかりシングル割って、さあ私コイン、マジか。これは私でも泣くレベルで、さあちょっと待ってよ、まあ、緑コーラやめようよ、緑コーラやめようぜ。あ、やべ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 。しっかりと、はい、しっかりかわさせてボールって、さあ、キリン、川島さんしてジャンピングアクション、青コーラ飛んできたら死ぬ。私やない。これ私やない。さあ、しっかり見逃し赤コーラしてボールって、さあ、悪くないんじゃない？立ち回り的にも。だいぶ丁寧な立ち回りができてて、赤コーラ飛んできてる私だね、これ。さあ、しっかり布石散らかして、さあ、全然悪くないよ。全然悪くないんだけど、これ、ジャンピングアクション。ジャンピングアクション。で、これ、ゲストを食らうけど、私のね、この見聞色のアキレ、しっかり見ていく。赤コーラ食らっちゃって、
で、コインでちょっと加速、ちょっとだけ加速して、もう10枚ね、悪くない悪くない。さあ、1位、2位、3位がちょっと詰まってるから、これちょっとね、だいぶわからん。青コーラ飛んできたらマジでわからない展開。さあ、これしっかり前張り散らかして、コイン回収して、いいんじゃないいいんじゃないそう、そこそこいい立場にできてると思うよ。さあ、青コーラ飛んできてないからこのまま逃げたい。このまま逃げ切りたいんだけど、赤コーラ来てるからちょっとこれ。防いじゃうわ。頼む、防御引いて、頼む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 。あ、終わったんじゃねこれ。ちょ、マジ逃げよう。マジ逃げるしかない。あともう逃げるしかない。あー、これ強すぎる。これは強すぎる。雪ドラちゃんに、天使の輪がついた。あー、最高。ピクちゃんチャンネルみんな見ましょう。ガチで順位上がります。概要欄に貼ってるので、みんなぜひ見てください。いや、絶対見よ。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。Twitter、Instagram もフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!